はいどうも、藤野130ケージです。今日なんですけど、27日の10時半ですね、22時半。初日景品が結構出てるというか、ワンピースのワーコレがメインですよね。なのでちょっとそのワーコレを狙って今からプレイしたいと思います。めっちゃ量ある。ちょっとね、初日景品先にやってる人がいるんで、遊びでコロナ民でもプレイしていきます。横向きにしていくのを狙ってみます。でしっかり両腕、これはやめるべきかな。頑張ってみる。でギリギリでやめます。確かにこれも初日やったよな。リーナスプレイしていきます。こちらも初日景品なんで取れるかね。よし頼むぞ。たまれ。奥バーに当てて手前側をはめてみる作戦で、手前ギリを持ってちょっとずつ引きずっていきましょう。こっちの方が早いな。よし、両腕を奥で、よし、いいなこれ。マジか。ちょっと際どいけど、この辺で手前差しを狙ってみる。 OK。 で、回れ回れ。あー、これどうやろう。思ったよりもね、パワーが入ってないんですよね。このまま OKOK。 これは手前を左で弾く方がいいですね。面を左爪で弾きます。手前に落ちろ。OK、これで倒して OKOK。 めちゃめちゃ綺麗じゃないですかね。これで落ちそうになかったらちょっと奥狙いに切り替えます。 OK、 来た。取れた取れた。で、ちょっとギリギリやけど落ちなかったんで、奥側をちょろっと触って落としに行きます。倒さないようにちょっとバーを逃げ、ほい、よし、よし、右から5。作戦的にはさっきと同じ感じにしましょう。ちょっとさっき途中で形崩しちゃったんで、あんま狙い通りってわけじゃなかったんですけど、手前のバーね、滑り止めがほとんど持ってないんで、多分下入ると思う。する。 OK。 あ、これはやばい。左爪で左角捉えて、なおかつ寄せすぎずに入れてるからリカバリーできるかと思います。いいで、あ、どうしようこれ。さっきより状況悪なったな。同じようになるかもしれへんけど、さっきよりちょっとだけ奥気味狙ってます。で、リカバリーや。よし、来た。これは熱い。両アームバー手前に落として釣り上げてみます。釣り上げろ。深めから景品をスルッと回しに行く。ね、バー手前に右が入っちゃって動かなかったんで、OK、来た。もう変なことすんなよ。重心的にも今下側なんで多分大丈夫。 OK、 来た。ありがとう。なりました。いいな。 A、E、B、C、D の順で設置しますって書いてるんで、まずね、ジンベエ取るまでにちょっと頑張らなダメですね。
一旦これで。よし、ちょっとね、右の台明らかにむずいんで、左の台で続行していきます。難しいかもしれないけど、すぐに慣れるはず。いけ、OK、で、傾け。おお、手前が微妙に乗ってますね。奥がちょっとはまったんで、爪バー乗せぐらいをイメージして、えい、来た。これはだいぶ熱い形。爪がね、閉じるかですよね。右の台閉じなかったんですよ。あ、閉じるやん。これは、あ、初期位置。カメチックに進めてきます。左で押さえ気味の右でどうで、どうやろう。で、OK、来た。下角狙いで、で、うわー、いいんじゃない？よし、よし。じゃあこの調子でグループいきましょう。グループはとりあえず右寄せで爪入れてみて、で、動け。このままはめるのがいいかな。一旦このまま横はめしちゃいましょう。多分横はめになる。よし、ゲット。ゾウ取ったらジンベエを置いてくれるっていう、そういうね、ちょっと面白い仕様のお店ですね。え、どう、うん、手前気味から爪を落とします。え、うわー、惜しい。今日深めに入れて景品自体を奥に。よし、ゲット。ジンベエ以外をね、ゲットしたんで、やっとジンベエを置いてもらいました。引き気味で手前に落とすのが一番よく進むと思うんで。で、で、やっぱ重いしね、動き方が全く違いますね。うん、なのでバー手前気味から爪入れて、えい、うん、まあ、ちょっと動いた。いけ、よし、来た。これは熱い形や。ね、右手前がほぼ落ちてるんで、ワンチャン本体当てでもいけるかもしれないんですけど、その前に一度右アームの突きで試してみましょう。ちょっと安全に。どう？やっぱもう落ちてるよね。ちょっと待って、最後ジンベエ落とす瞬間がまさかの取れてなかったっていう、最悪や。もうズームして戻したと思ったら切ってました。ちょっと一番重量感のあるジンベエごとんの瞬間取れてなかったのショックすぎるんやけど。悔しいな、さっきの取れてなかったのは痛すぎる。これをワンパンで取って終わりたい。終われ。あー、登った。角と角を釣り上げて。すごい。うわー。奥側を両アームで引き上げます。パワーは十分にあるんで、これでいけるはず。うわー、残る。で、
今日バーテでのフィニッシュ。